最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。フリーザの状態か。小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい日本だ。ちょっと可愛かったぜ。ちくしょう。せっかく苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに。すまなかった。とてもじゃないが、お前たちを助けられそうもない。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。未知の力を見せたフリーザはただでさえ別格じゃというのに、トアの奴めこっそり力を貸したのか。もう少しで悟空が来るはずじゃからの。頑張って持ちこたえるんじゃぞ。貴様らにいいものを見せてやろう。まさかお前。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いしね。おめえは聞いたの。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。かかろうと。あいつだ。フリーザだ。サイヤ人の星。惑星ベニータ。まだ捕まってなかったんだね。しぶこいやつだぞ。しぶこいやつだね。ささんとめっそっかね。ちょっと頼まれてきてる。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。俺らも少し負けた。残りをほら。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。